女子一部の 4×400m リレーがまもなく始まります。まずは東京学芸大学、第9レーンを走ります。東京学芸大学です。優勝すれば初めてとなります。そして大東文化大学、こちらは第4走者を、大東文化大学は優勝、こちらも初めてということになります。そして第7レーン、日本体育大学、アンカーを務めます須藤は 400m 優勝の選手です。須藤美音は優勝の選手。そして法政大学 400m ハードルの、400m ハードルの決勝にも残っていました中野並地などが控えています。4年生が3人、そこからアンカーまでが4年生。そして第5レーンが早稲田大学、第1走を走ります大川は 400m ハードルで2位の選手。2年生が2人、4年生が2人という早稲田大学です。第4レーンは青山学院大学、3走の金子と4走の青木が4年生、3走青木は 400m3 位、4走アンカーを務めます青木は 400m ハードルで優勝した選手です。第3レーンは中央大学、中央大学は現在2連覇中、3連覇を狙います。1年生が2人、2年生が1人、3年生が1人と下級生で臨みます。そして一番内側のレーン走ります国士舘大学、国士舘大学は優勝すれば初めてとなります。4年生が第1走とアンカーを務めます。また少し雨も強くなってきました。相模原祇園スタジアム大山、さあ女子の 4×400m リレーがスタートしました。スタートはどうでしょうか。ですね、はい、あの第1走者はゴールが一直線上じゃないので、はい、みんな同じゴールではないので自分のペースを守れる選手がやっぱり強い、そうですね、はい、そういう選手を持ってきていると思います。第8レーンの大東文化大学の森谷が少し前に出てきているかというあたり、その内側第7レーン日本体育大学の塚本も後半非常にいい走りを見せています。一番外側は東京学芸大学の1年生柳永ですが、まず青山学院が出てきた、青山学院大学の1年生谷口里奈も出ていますが、さあ第1走から第2走へのバトンリレー、どこがトップで渡すか。後半に伸びてきている青学でしょうか。青山学院大学がトップでまずバトンリレー、はい、その次は大東文化でしょうか、はい、早稲田がついてますね、早稲田大学第1走は 400m ハードル2位の大川がつなぎました。第2走に入っています。まもなくオープンレーンとなります。
ここで順位が分かりやすくなるでしょうか。まず第1位は早稲田大学が今ここで早稲田が出ました。早稲田大学に川村、2位走は川村優香、日体大が出てきました。そして日本体育大学がここで出てきて、はい、森山奈々4年生が前に出てくるか。さあホームストレートに帰って、ここは向かい風があるところ、現在トップは早稲田大学、早稲田大学が前に出ているが、日本体育大学もついている。青山学院大学もなんとか粘って、法政大学がここで伸びてきた。3走トップでバトンリレーは早稲田大学、日本体育大学が2位、青山学院大学もついていく。青山学院大学は4年生金子瞳は 400m3 位の選手です。さあ、いや、ここからは櫻井さん、はい、青山学院大学は、アンカーに 400m ハード優勝の青木が残っています、はい、どのあたりでつなげるか。ただトップは早稲田大学、その後ろ日本体育大学ですが、青山学院大学がここで出ました。青山学院大学がトップに並ぶ、早稲田大学に並びます。ここで青山学院大学が前に出ました、はい、さあアンカー対決、優勝争いは青山学院大学、早稲田大学、日本体育大学ですが、ここで青山学院大学が少しリードを広げました、はい、ただ日本体育大学もついていく。さあ残すはアンカー、青山学院大学がトップでバトンリレー、2位で日本体育大学、そして早稲田が続く、4位で法政。さあここで青山学院大学の青木がリードを広げます。日本体育大学の須藤美桜は 400m の優勝選手。さあ 400m ハードルの青木か、 400m の須藤か。櫻井さん、須藤が来ましたね。詰まってきました。日本体育大学の須藤が来ば、ひたひたとリードを縮めてきている、祈るような青山学院大学。さあリードを縮めてきているのは日本体育大学の須藤。さあ最後のホームストレートに来て、須藤がリードを縮めてきている。逃げる青木、青山学院が逃げる、逃げている須藤が追ってくる。ここで青木が一つ前に出た、前に出ました。青山学院大学が逃げる、青山学院大学優勝。日本体育大学が2位、3位で早稲田大学、青山学院大学は11年ぶりにこの種目を制しました。ただ日本体育大学の須藤、 400m のチャンピオンですが、青山学院のリードをかなり縮めてきました。青山学院大学が3分43秒05で優勝。日本体育大学、早稲田大学という表彰台の顔ぶれ、続いて法政、東京学芸、中央、国士舘、大東文化と続いていく女子一部のマイルリレーの決勝の結果でした。それではまず第1走者の谷口選手にお話を伺います。前にお進みください。青山学院大学としては11年ぶり、そして谷口選手は1年生での優勝となりましたが、今のお気持ちいかがですか？はい、チームの流れを作る1走を任せていただいて、2走に同じ学年の青井がいて、で3走4走に先輩がいて、とても後半安心感が、なんか頼もしい人たちだったので安心感があって、けど一番に渡していい流れを作りたいと思って挑んだので、いい位置で渡せてよかったです。その谷口選手からバトンを受け取りました佐藤葵選手です。お願いします。同じく1年生での優勝となりましたが、どのようなプランで走られましたか？200を今日2本やってからの400だったので、そのプラン的にはその最初速い人についていって、で最後に抜かすっていう予定だったんですけど、最初結構スピードには乗れたんですけど、後ろから抜かされちゃって、でその後半上げられはしたんですけど抜かせなかったので、ちょっと悔しい気持ちはあります。ありがとうございます。そして第3走者の金子ひとみ選手です。お願いします。ここで先頭に出ましたが、どのようなプランで走ったんでしょうか？はい、
1年生がの前の2人がとても頑張ってくれたので、しっかり4年生である私がしっかり後続を離そうという思いで走りました。そしてアンカーを務めました4年生の青木穂香選手です。トップで逃げ切りましたね。今のお気持ちいかがですか？はい、もう素直に、もう久しぶりの関東インカレのリレーで優勝ということで素直に嬉しい気持ちでいっぱいです。そして 400m ハードルでも優勝されましたが、ラストイヤー振り返ってみていかがですか？はい、なかなかもうリレーも個人もなかなか勝てなかった4年間だったんですけど、最後、まあ、4年間の集大成として、主将としてもみんなの応援をもらって、その3人からの1位でバトンをもらって、それを自分が最後に1位でゴールすることができてよかったです。青山学院大学の皆さんでした。おめでとうございます。ありがとうございます。